釉薬というのは、まあ、薬油として根付く別府の湯の花をですね、50年、考察研究し続け、まあ、開発された、湯の花エキス配合の薬用入浴剤でございます。もともとその別府で作る湯の花というのは成分が違う、まあ、別府でしか作れない、まあ、温泉のミネラルをたくさん含んでおりますので、まあ、湯の花の力をですね、人々の健康に、役立てたいということでちょっと着目したという。地面の中に石畳をこう敷いてその中に蒸気を通すと、蒸気が石畳の中通ってで粘土と蒸気と反応して湯の花が吹く。同じ小屋に入れてもいい花が吹くかそれとも悪い花が吹くかというのはその時々で違うんで様子を見ながらという形になるんで。成果なんですけれども、まあ、その医薬のシリーズに桃の葉エキス、まあ、これ保湿剤ですけれども、あと、発火油は清涼剤になりますけれども、まあ、それを配合した夏季限定の薬用入浴剤になります。ちょっとぬるめのお風呂にですね、ゆっくり入っていただければ、まあ、爽やかな発火の香りに包まれまして、湯上がりはこの爽快感を感じるという、はい、ただ、体は芯から温まり、まあ、血行がまあ促進されてですね、新陳代謝が活発になるということで、はい、夏は体にいろんなこの疲れがいろいろもたらしますので、まあ、そんな時にからこそこのシャワーだけで済まさずに、まあ、ぬるめのお風呂にですね、まあ、精華を入れてゆっくり、使っていただいて、まあ、爽やかなこの発火の香りにこの包まれてですね、まあ、健やかに、まあ、過ごしていただきたいという思いで、今回成果をですね出させていただきました。で、私としてもですね、まあ、長いこの人生でやっぱり健やかにこの生きていくためにはやっぱり日々この健康の、まあ、積み重ねが、まあ、大事だということで、で、やはりその毎日とこの入浴にはですね、この人のこの内なる、活力をこの湧き立たせるこの力がですねやっぱあるというふうに私感じておりますので、そのようにこの感じていただけるような、まあ、この商品をですねご提供していきたいなというふうに思いますね。